どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。冒頭がかっこいいと登場するのが恥ずかしいな。何言ってんのよ、魔理沙もかっこいいじゃない。なんだよ突然。その、霊夢もかっこいいと。私がかっこいいのは当たり前でしょ。なんだよもう。というわけで、今日はスカナヒ燃焼パーティーについて解説していくわね。なんだったんだよこの時間は。探索にも戦闘にも優秀で、戦うためにいちいちパーティーを変えたりしたくないという人におすすめよ。放浪者とナヒーダを一緒に使いたいという人にもおすすめだな。あとは敵がじりじりと焼けていくのを見るのが好きな人とか。怖っ。燃焼反応を使って戦いたい人って言えよ。あとはもっとベネットを活かしたいという人にもおすすめかもね。この戦士がネジが戦闘の主軸になるから、実質ベネットがアタッカーと言っても過言ではないわ。でもベネット元素スキル打ったらすぐ引っ込んでたぞ。このアタッカーと違うか。折れるの早すぎるだろ。探索の解説と戦闘の解説、魔理沙はどっち先みたい？探索ならここのスキルの説明もついでにできるから、そっち先やったらいいんじゃないか。オッケー牧場。ネタが古い。それじゃあ先に探索性能をささっと解説しちゃうわね。もうわかってるよって人は3分43秒のところまで飛ばしてくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、インド派代表この呼び方やめてやれ。私は探索界のスターと言ってもいいくらい、とにかくすごいのよ。元素スキルによって攻撃がスタート。素早く移動することもできるし上昇することもできるわ。何より元素スキル中はスタミナが回復するから、歩き知らずなのよ。休むことなく永遠に走り回ることができるわ。ブラックじゃねえか。お次は我らが幼女ママことナヒーダさん。幼女ママ。ナヒーダは元素スキルで敵に印をつけれる他に、植物を採取することもできるわ。目に入ったものの全てが簡単に手に入るわ。素材のついでにとっとくかの積み重ねが後々助かるんだよな。ちなみに入れないところにいるオニカブトムシも取れる。オニカブトムシ植物説。あとスネイルの民の心も読める。さすがのヒーダ様だぜ。お次は野田なしダメージなしの鉄壁の風勝利先生。何か後ろに来るだが勝利からしてみればさえも同然よ。いけ安心して。いつもはシールドが取れる前に次のシールドを貼れるわ。勝利がいれば大抵の敵は無視できるのがいいわね。王者の追加。あと鋼鉄取り火が早いのもかなり便利よ。陣迎えるのが面倒だと空中無視して通り過ぎちゃうからな。ありがたいぜ。最後は冒険者ベネット。冒険者なら探索に役立つ技能も持ってそうだな。期待大だぜ。ベネットは元素が低く攻撃力爆破できるだけでなく回復もできるのよ。元素スキルのクールタイムも短いから元素爆発は結構気軽に打てるわね。気軽に回復できるのは食料節約になっておりだよ。探索の利点はそれだけじゃないわ。まだ何かあるのか。聞いて驚くことなかれ。ベネットは火をつけれる。うん、冒険には大事だな。さあ、やっと戦闘面を紹介できるわ。ワクワクするぜ。でも適当に戦っているだけでは進化は発揮できないのよ。全ての先生に言えることだよな。そこが全身の面白いところなんだぜ。じゃあその肝心の戦い方の解説は我々にっきりにかかっているというわけだ。短く、わかりやすく、責任重大なんだぜ。責任が嫌だからすべてEテレに任せるわ。は、いでよ、テレビのジョン。は、ピタゴラスイッチ。やってみよう。せっかくのチャンスだ。つける。本気を出して俺を楽しむ。守る。任せてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は。燃やす。愛者に優しいからね。拡散する。褒めてあげよう。もう一回やってみよう。守る。暗光フラッグ。つける。燃やす。属性を見下ろせ。拡散する。やっ。せ。身の程を知れ。おしまい。ピタゴラスイッチ。よかった。
件大丈夫か。まあまあマリサ。大丈夫だ。問題ない。本当かな。このパーティは燃焼反応で戦うから、致命的にこの電波がついているか注意しながら戦うわ。でもゲーム、燃焼反応ってった電素を消費して燃えるよな。この元素は残っているのに、電素がないって状況の方が多くないか。いい質問でマリサ。マリサの電子は電素反応を起こした時にしかダメージを与えるわ。元素反応。つまり拡散反応でもいいわけね。なるほどだぜ。拡散反応ならこの元素を消費することもなく、かつ炎爆もできて、敵が複数いる時にはみんなに燃え広がらせることもできるってわけか。やはり燃焼には風が大事なのね。ただ常に敵に炎元素と火元素を付着させておくっていうのは、敵が元素をまとっていないことが前提になるわね。まあそういう敵とも戦いようはあるけど、具体的には炎元素の敵に弱いわね。ただし常に水元素が付与されているように敵には熱湯強いわ。燃焼反応は起きないけれど劣化以下で一層できて爽快よ。ポケモンの御三家のタイプ相性かな。実はこのパーティ4人とも燃焼のサポートをしているのだけれど、そこの解説は装備を見せてからの方がいいわね。装備見たいんだぜ。それじゃあステータス画面にレッツラボー。最初に断っておくけれど、これが最適解ってわけじゃないからね。生物の厳選とかもしてないし、4セット揃えてレベル20まで上げるだけでも我々にとっては大変なんだぜ。だからふわっと参考にするだけにとどめておくのがおすすめよ。解説動画として緩すぎる。まずはナヒーダちゃんね。ナヒーダは元素熟知を中心に伸ばしているわ。武器は祭礼。追加効果の元素熟知目当てでも足せたけど、たまに元素スキル2回打ててラッキーだわ。嬉しい誤算だな。生物は森林の記憶4セット。敵の草元素耐性を下げてくれるわ。燃焼や拡散でナヒーダの元素スキルが追加で発生するから、そこのダメージが伸びるのはありがたいよな。生物はとにかく熟知マシマシ。メイン効果に元素熟知がついてると嬉しいんだぜ。添付育成は元素スキル優先で、お次は放浪者。メインストーリー派よ進めろや。さあ何のことだか。武器は流浪爆弾。放浪者は本パーティーの実質的なアタッカーだから、どんなステータスも役に立つわ。攻撃力、熟知、風元素ダメ、会心、何が来ても美味しいわ。水力の影4セットにて炎拡散をすることで、敵の炎耐性を下げるのが彼の主な役割よ。燃焼反応は炎ダメージだからな。添付は何伸ばしても強くなる。みんな使う機会があるんだぜ。お次は勝利先生。勝利の育成はシールドを強化するための HP 一択だな。うちは星3スライム殺し。安定のスライム殺し。生物は戦艦ロウコ4セット。戦艦ロウコ2セットか海艦ロウ2セットもおすすめだぜ。結構 HP で揃えることができてるじゃない。まあ平ワットにいた期間も長いからな。添付育成は元素スキル優先。最後にベネット。このベネットは少し特殊でサブアタッカーの役割もこなすわ。武器は元素チャージ効率を上げてくれる清風剣。煉獄刀がある人はそっちを装備させてもいいと思うぜ。生物は、炎の魔女4セット。ベネットでそれは珍しいな。4セット効果の燃焼反応のダメージプラス 40% を目当てにつけてるわ。伸ばすステータスは元素チャージ効率、HP、元素熟知ってとこね。添付育成は元素爆発第一優先だが、このベネットは元素スキルも使うからそこも伸ばしちゃうんだぜ。以上、育成紹介でした。パチパチパチ。とてもゆったりとした解説だったんだぜ。そしてこれが全てをまとめた図。急な情報量。まあ強いんだなとだけ思ってくれればいいわよ。そうだ、ここに載ってる効果を出せれば他のキャラで代用しても大丈夫か。この4人全員を持っている人っていうのは限られてくるだろうし。そうねえ。例えば勝利を遠間に変えれば炎元素付与と炎共鳴を起こせるわね。シールドの安定感は下がっちゃうけれど、あと炎元素付与を遠間に一任するなら回復薬をヨーヨちゃんにして、草元素の供給を増やすこともできるわね。継続的な燃焼反応はナヒーダちゃんの元素スキルの運主因に頼っているからナヒーダちゃんを外すことは難しいけれど、コレイちゃんとヨーヨちゃんが二人がかりで草元素を供給してくれたら代わりになるかもしれないわ。さすが総人、卓越した能力を持っているんだぜ。あと放浪者をカズハやスクロースで代用すれば、たくさんもできて熟知バフもできるわね。僕じゃなきゃダメ？ごめんね、君じゃなきゃダメなんです、本当なんです。
必死の弁解。まあそもそもこの動画自体、放浪者みんな引いていってことで放浪者ピックアップに合わせて作ったやつだから、肝心の放浪者を外しちゃったらこの動画自体意味がなくなっちゃう。テスト前の忙しい時期に何をやっているのかと思ったら、今日から放浪者ピックアップだからか、テスト勉強しろよ。いいやマリサ、甘いわね。テスト勉強もやる。動画も作る。両方やらなくちゃならないってのが、幹部の辛いところだな。それに逆に言えばそんな時でも動画を作るほど放浪者への愛があるってことよ。いいだろ。仕方ない。よかった、持ち直したみたいね。霊夢は突目指して放浪者ガチャ引くのか。そりゃあもちろん、国民を引くわ。それはまずいって。やるやるだぜ。Nice.